昭和自転車の魅力の止まる大地です。今回はこの昭和自転車のクランクを外していきたいと思います。現在日本では大きく分けると3種類のクランクがあります。まずは現在主流のコッタレスクランク、こちらですね。よくママチャリなどで使っている一般的なコッタレスクランクです。これが一番構造としては分かりやすいかな。真ん中のこのボルトを締めているタイプですね。そして現在日本で次に多いのは、クランク とシャフトが一体になっているタイプですね。でボトムブラケットは本当にただの空洞というようなタイプで、こちらのメリットはスポーツバイクなどに使われているだけあって、剛性があるのと軽さです。その代わりやはりクランクセットとボトムブラケット、一般のものに比べると高い傾向があります。僕も実際ロードバイクなどで使っていると、これ結構剛性があっていいなぁなんて感じるタイプのクランクとボトムブラケットです。そして現在あまり見かけることがなくなってしまったコッタードクランク、それが今回この昭和の自転車には使われています。実際このコッタードクランクというのは普通の生活をしているとあまり見ることはないと思います。実際スポーツ車などでは1960年代より以前の自転車には使われているんですけど、それ以降の自転車というのはもうスポーツ車からこの普通のコッタードクランクというのが普及し始めて、この一般車なんかでももう1970年代80年代にはもうだんだん少なくなってきたような方式です。実際僕もこのコッタードクランク使ってみると、やっぱりちょっと不便ですね。実際このコッタードクランクはガタが出てしまったりとか、あとは壊れてしまった時に部品がすぐには手に入らない、そして何よりもちょっと整備が難しいというのが難点です。今回はそのコッタードクランクを外していきたいと思います。では早速作業していきましょう。これがクランクになります。コッタードクランクの特徴はこれですね。このボルトとコッターピンでクランクが止められている方式です。ちなみに現在主流のコッタレスはこのコッタードピンがないということで、ここでボルトで止められています。コッタレスの意味はこのコッタードピンがないよという意味ですね。これが現在主流です。そしてロードバイクなどは、このピンもないしこっちのピンもなくて、もうまた全然違ったタイプでクランク側のボルトで締める、ちょっと特殊な方式になってますね。僕もちょっと勉強不足でそちらはあまり説明しづらいんですけど、写真で見てもらうとこんな感じです。では早速作業に当たりたいと思います。現在このような形になってるんですけど、まずやることとしましては、こちらのチェーンカバーのネジを外しておきます。そして次に行うことがこのペダルを外すことです。なぜ先にペダルを外すかと言いますと、クランクを外してしまってもいいんですけど、先にクランクを外してしまうと力が入れづらいんですよね。要は自転車の車体にくっついている時の方が大きな力を入れやすいので、先にペダルは外しておきましょう。今回は何回もつけたり外したりしているので簡単にペダルが外れましたが、実際は固着していることがあります。その固着なんかしている時には絶対に先にこのクランクを外すようなことをしてしまうと、外すときに本当に苦労します。ではこのペダルが外れました。ペダルが外れたところで今度はこのチェーンカバーを外していきます。はい、外れました。結構ボコボコになっちゃってるんで、こちらも後で補修していきたいと思います。で今このチェーンが抜いちゃってあるんですけど、チェーン後ろ側でチェーンカッターで切っちゃってるんですけど、実際はここにチェーンがくっついた状態になっています。なのでもしチェーンがついている場合はチェーンをこの刃から外しておきましょう。
そしていよいよこちらのコッターピンを外していきます。こちらも結構固着しちゃっている可能性があるので慎重に外していきます。あとはこれ折れちゃったりすると結構厄介なので、折らないように慎重に外していきます。実際この反対側のクランクはこのコッターピンが折れちゃってて、僕自身では外せなくて、僕の師匠というか先生というかそういう人に外してもらいました。やっぱね、その人でも結構苦戦してましたね。折れちゃったコッターピンほど厄介なものはございません。なので気をつけていきましょう。はい、コッターピンが外れました。そしたら今度はこのような板を敷いて叩いていきます。実際この直接叩いてしまうのもありかなとは思うんですけど、このピン自体は焼きが入れてないので強度がありません。なので叩いてしまうと、直接叩いてしまうと割れてしまう可能性があるので、絶対このような木を置いて叩くようにしましょう。いきます。はい、よいしょ。で、最後の一押し、こちらも折らないように気をつけていきます。ちょっと、はい、コッターピンが無事抜けました。コッターピンとボルトは一応セットにしておきましょう。はい、これで一セットです。そうしたらこの尖っている部分を握らないようにしてゆっくり外していきます。はい、外れました。やっぱりこの現在のものと違って作りが丈夫ですね。結構重たいです。現在のママチャリについているクランクよりも 1.5 倍ぐらいの重さがあるかな。オールスチール製ですね。実際、今回の作業で6個のパーツに分かれました。まずは自転車本体、そしてペダル、チェーンカバー、コッターピンと、止めるためのボルト、そしてクランクです。作業してみて思ったことは、やっぱりこの現在この廃れてしまった技術なんですけど、結構すごいたくさんの知恵が詰まってるなってことを感じました。実際この時代ここで止めるという技術は、あったにはあったんでしょうけど、たくさんの技術が集められてるなと思いました。このボルト1個で、ボルトというかこのコッターピン1個でこれだけのものを止めるっていうのはすごい技術だなと思いました。でもやっぱり何せ使う工具は実際のコッタレスよりも専用工具がなくてもできるんですけど、コッタレスの場合は専用工具を使ってこの外すんですけど、そういうのがなくてもできるんですけど、やっぱりこの廃れてしまった技術なだけあって外すの大変ですね。これが実際中で折れてしまうと本当に外れないですね。あと錆びてしまったりとか、そうなってしまった時には本当に厄介です。ちなみになぜ今回このクランクを外したかと言いますと、このクランクをきれいにしたいっていうのもあるんですけど、まずはこのコッターピンを交換したかったんですね。コッターピン、これ実際もう長いこと使っていくと、この見てわかると思うんですけど、溝の部分が、溝というかこの削れている部分が
どん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 余計に削れていきます。まあそうなってしまうとクランクの方にガタが出てしまったりするので、そうなる前に交換したいなと思いました。で、基本的に一度外したコッターピンというのは、まあ、どんな理由があれ再利用はあまりお勧めしません。なぜかと言いますと、やはりここも消耗品なので、つけたり外したり何回も繰り返していると削れていきますし、あとはこれ焼き入れが入れてないので、何回もつけたり外したりしているとして、まあ直接工具などで叩いてしまうとどん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 形が変わっていきます。その上やっぱりこの割れてしまう可能性もあるし、一度使ったものをもう一回使って2回3回外していくとどん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 外れにくくなっていきます。整備性も悪くなっていきますし、まあ、突然その劣化で壊れてしまう、まあ、折れてしまったりとかガタが出てしまう原因がこのコッターピンになります。なのでできる限り一度外したコッターピンは交換するようにしましょう。ちなみに僕は今回このコッターピン1本100円で問屋さんで買いました。まあ、実際普通の自転車屋さんではあまりも在庫で持っているところは少なくなっているんですが、まだまだ問屋さんに直接問い合わせすると、流通していますので手に入ります。まあ、1本100円が高いか安いかというのはちょっと僕も分かんないんですが、まあ、この交換するときには新品を入れていきたいと思います。今回はまあ僕自身の一人では外せなかった部分があって、結構いろんな人に教えてもらいながらの作業となりました。いや、自分としても経験値上がりました。実際このコッターピン外すのは初めてだったので、実際どうなんだろうとか思いながら作業自体が止まっちゃってたんですけど、自転車をもっともっと知るいい機会になりました。僕自身の経験値も相当アップしたと思います。それではまた会いましょう。さようなら。